こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はこちらのピレアという植物をご紹介したいと思います。これ全部ピレアっていう仲間なんですけど、まあ、非常にですね、まあ、葉が細かくて、まあ、地を這うような伸び方をするので、まあ、寄せ植えの材料ですとこう下を埋めるのに使われたりとか、まあ、もちろん単品で管理していただいても非常に可愛い植物なので、まあ、今人気のある観葉植物ですね。で特にはこのグラウカっていうのが、まあ、結構前からある品種ではあるんですが、まあ、こういうグレーの色の葉っぱの観葉植物ってすごく少ないんで、まあ、こういう色合いとかでも重宝されたりとか、同じピレアだけをこう集めても、まあ、すごく、ね、彩りも可愛くていいんじゃないかなと思います。で室内の明るい場所でも全然こう管理もしやすい品種なので、まあ、いろんなピレアもそうなんですけども、まあ、強光線で当てると逆に焼けちゃったり蒸れて腐っちゃったりするので、まあ、室内の風通しのいい明るい場所っていうのが一番適してるかなと思うんですが、まあ、そういったところで管理していただくとすごいモリモリと伸びていって元気になってきますので、まあ、ちょっとしたお部屋の、まあ、アクセントというか、まあ、卓上に置いていただくっていう使い方もできますから、まあ、ぜひこのピレアですね、まあ、ちょっと寂しいところに置いていただいても全然いいと思いますので、ぜひこちら試してみてください。